本日は最強ピッチングマシンを使ってロッテ佐々木朗希投手を擬似的に再現、恋女房松川推しの気持ちを体感。はい、ということで本日はやってまいりましたベースランド新木場。はい、まあたまに彼でも練習で使うこのベースランド新木場なんですけども、新たなマシンが導入されたということを聞いて、こちら防具つけてますけど、まあ今話題といえば野球界佐々木朗希選手、最速164キロ、でそれからまあフォークとか変化球も投げて、まあフォークが149キロかな、恋女房松川選手、高卒1年目ながら大活躍されてますけど、その松川選手の気持ちになろうかなと思ったわけです。あちらをご覧ください皆さん。そう、今あのバーチャルマシーン、なんとトップガン、皆さんね、いろんなところでご存知だと思いますけど、そのトップガンがこの新木場に導入されたらしくて、あのいろんな、ね、ボールを使えるということで、何球も使えるので、その軟式で佐々木朗希選手の球速、まあ、165キロのストレート、それから140後半の変化球、これちょっとキャッチングして、松川選手の気持ちになっていこうという企画でございます。ちょっとということで、早速、まずはね、ボール見ましょう、早いと思うんで。まずは球速測定をしたんですが、衝撃の球速が出ます。今早かったな。今早かったっすね。なんと177キロ、本人より速いじゃない。ちなみにですね、ボールが速すぎて、わかりましたでしょうか皆さん、アップでスローでするとように白煙が舞うというとんでもない威力です。国吉さんの魂の音を聞いてくださいね。怖っ。前後するんで、やばいですね。ネット越しにキャッチングする男。タイミング合ってる？あ、そんな被せると危ないんだよ。逆に？うん。逆にね、もっと受けた方がいい。受けた方が来るから。あ、今ね。カットボールしてた。カット跳ねましたね、空中でボールが。あ、今のいた。不動散歩。はい、まだ早いね。行きます。行きます。おわしゃー。おわしゃー。おわしゃー。取った。怖え。おわしゃー。外れ。肩外れ。やばい。取るやん。これ取ってるってことだもんな、松川選手が。どれぐらい押されてるの。全然止まってないから。怖いんだよ。怖え。鈍いをするとこっちは怖いわ。おお。あ、よかった今の。うわ、すげえ、皆さん今めっちゃ汗かいてます、僕全身から。うわー、早い今の。貫通はしません今のところ。はい、やった。いや、やってはないけど。
もう見て撮ってるだけだよ、汗やばい、やば、恐怖で。普段松川選手は撮ってるんだね。そうだよ、リードしてるんだ。すっごいリードもいいじゃん。ああ確かに、もう各野球評論家びっくりするぐらい、うん、だからこのボールを取りながらバッターのリアクションも見て、その中でファールの感じとかバットの出方見て配球してるってことだもんね。なんか興奮気味だし、これね多分ね体感した人しか分かんないと思うんだけど、マジですごいよ。じゃあちょっと続けて、変化球。おお、なんか今すごい、ちょっと速い感じしましたね。ああ、なるほど、なるほど、はい。怖え、すごいんだよな。お変化量やばい。怖い。うわあ！うわあ！うわあ！やばい。ちょっと待った。これやばいよフォーク。バーサー。今のやったね。バーサー。取れねえわ。体がもう。体が反応しねえ。下からね、下から。おお。おお。ちょっとスピードにやられてきた。早く持ってもらったっけ。怖い。怖い。めっちゃ低く出せばいいのかな。フォークだから。なるほどね。確かにメジャーリーガーなんか低くなる理由わかるわ。うん、なんかやっぱね、これ確かにね、高く構えたら絶対取れねえよ。下から覗き込むの。ほら、下から見ればなんとかなる、速くても。絶対ピッチャー投げづらいって。そうね、松川選手がバッチリと構えてね。丸見え。めっちゃ上から行った。おお。どう？浸ったね今。浸ったね。わあ！今のやばかったなブレーキ。オッケー。いやーでもこれさ、こういうマシンがあるとこういうの体感できるからいいね。確かにね。まあ、こういう世界でやってるってことだね。確かに。プロのピッチャー、バッター、キャッチャー、プロのキャッチャーなんてさ、俺のもう何個も何個も想像できないぐらい高い次元の選手たちだと思うんだけど、でも、まあ、さっきさ、もうさ、撮ってさ、こうやってやってたじゃん、まっすぐとか。あれを高卒のルーキーの選手が、松川選手とか、パンパン取るわけじゃん。で、あの、フラーンってフォークもさ、パーンパーンと止めるわけじゃん。で、これでパーンサイン出して、ビーって見てさ、冷静に、で、パーンと頭で配球考えて、パーンみたいな。すごいね。そりゃパーフェクトするよ。すごいね。あのまっすぐにカーブもあるじゃん、佐々木朗希選手。で、フォークもあるでしょ。そりゃするよ。今度いいキャッチャー連れてこようか。俺とかじゃなくて、八千田さんとかね。ああ。まあ、ゾエさんもそうだし。逆にね、これを見てたぎったキャッチャーどもがね。あ、そう、来てほしい。コメントしてきてね。てか動画送ってほしい。確かに確かに。僕の DM でも、ダンガンライナーズの DM でも、なんでもいいんで。確かに。これで、パーンとか、僕こんな速いボールペアって綺麗に取れますとか自信ありますって人めちゃくちゃ送ってほしい。ぜひぜひ皆さんお願いします。というわけで本日は義地佐々木朗希投手、松川捕手の気持ち体感してみました。ちなみにもちろんバッティングも可能でございます。予約すればベースランド新木場さんで使えるようなので、あの概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひぜひ皆さん挑戦してみてください。